2024年5月8日ですからね。なんじゃこりゃという制度がね、厚労省が検討しているということをね、お話をしたいと思います。そのなんじゃこりゃっていうのはね、介護福祉士のね、パート合格っていうね、制度ですよね。なんか、不合格の人でもね、合格点に達しているところはね、もう次の年は受けなくていいということですけどもね。あまりね、でも、司法試験でもやっぱり全部ね、落ちたらね、最初からやり直しっていうのは普通ですよね。まあ、なんじゃこりゃですよね。はっきり言うと。まあ、負担をね、受験者の負担を軽減って言うけどさ、給料上げりゃいいじゃないの。ね。給料上げればね、いいだけじゃねえかって。それだけですよね。だから、志願者がね、増やすんだったらね、妙な制度じゃなくてね、介護福祉士になったらね、給料上げると。で、現状ではね、じゃあね、合格したってね、手当はね、月1万円つくかどうかっていうところですよ。私なんかね、はね、まあ、いろんな、場合によってはね、まあ、パートのね、方であってもね、じゃあ時給はね、20円、30、まあ、50円とかね、何十円かね、上がるとかね、それぐらいに、してくれりゃいいんだけどさ、そういうことになってないじゃないからね、今ね。だから俺ね、嫌なんだよね。はっきり言うと。まあ、私もね、これね、資格取ったからってね、じゃあ、給料がね、収入が上がったってね、感じはね、全然しませんからね、全然。そんなもんですよ。それじゃあね、受験しようという人もね、少なくなるんじゃねえのかな、ということはね、言えると思います。まあ、就職はね、転職はね、しやすくなるって、それぐらいですよね、メリットとしてはね。それ以外はね、給料としては上がってこないということじゃねえのかな、と思ってね。だからね、いちいち、その間はね、いや、自分で休みを、有給を取ってね、じゃあ、研修受けたりね、まあ、勉強したりということもね、アホらしくなりますよ。だから受験が減るのは当たり前ですよ。ということでね、皆さんね、やっぱりね、まあ、バーンとね、上げると。給料上げると。なんでこの発想がね、出てこないのかなと。もう不思議でしょうがないしね。結局ね、こういう、いろんなね、ことをね、端々にやっぱりね、やっぱり日本のダメさっていうかな、給料上げようとしないって。しかもね、財源がないわけじゃないのにっていうところですよね。それでは皆さん最後までご清聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。